はい、皆さんこんにちは、しのたんです。今回はハロウィンメイク第2弾ということで、ヴァンパイアメイクをしてみました。今回も私なりに頑張ったので、ぜひ最後まで見てくれたらなと思います。ではレッツゴー。カラコンは今回もティアモのカラコンです。ベースメイクはもう仕上げてあります。まずこの色をクリースの部分に塗っていきます。そしたらそこに赤色を重ねていきます。またさっきの色でエッジをぼかしていきます。そしたら黒のアイシャドウを思い切って二重幅よりちょっと広めぐらいまで塗っていきます。そしたらこんな感じのボルドーっぽい色味で境目をぼかしていきます。そしたらこの黒を重ねてボルドーでぼかすっていう工程を何回か繰り返していって、目に深みを出していきます。はい、こんな感じです。そしたら目の下にも黒のシャドウを入れていきます。で、今回ちょっといい色がなかったので、赤とブラウンを混ぜて目の下をぼかすように塗っていきます。これはだいぶ広めに塗ってください。深みが足りないなと思ったら自分で調節しながらやってください。そしたらこのグレーのラメが入ったアイシャドウを目頭に入れていきます。そしたら上も下もアイライナーでアイラインを引いていきます。下は粘膜に引いてください。で、この赤リップで目の血管を描いていきます。細いブラシに取るとうまく描けると思います。もう少しリアル感を出したいので、青のアイシャドウを上から重ねてちょっと紫がかったような血管にしていきます。ちょっと濃すぎたので、ちょっとパウダーかなんかで押さえていきます。さっきの赤のアイシャドウでぼかすのもありだと思います。そしたらつけまつげをつけて、で、私これだけじゃちょっと物足りないなと思ったので、前回チシャネコ風のメイクでも使ったつけまつげを重ねていきます。概要欄にまたリンク貼っておくので、ぜひ見てみてください。で、もう少し目を彫り深くしたいなと思ったので、さらにブラックを重ねていきました。で、今回は下まつげをつけていきます。で、マスカラネジまつげとつけまつげをなじませて、次に眉毛を描いていきます。今回眉山をはっきりさせたいので、小鼻と黒目の外側の延長線に印をつけて、そこにめがけて上げていくように描いていきます。あと前回の動画でも何個かコメントいただいてたんですけど、今ちょっと鼻が詰まってて鼻声で聞き取りづらくて本当に申し訳ないです。すぐ直します。眉毛とアイメイクはこんな感じです。
回吸血鬼に噛まれた跡を描いていくんですけど、さっきと同じリップを手に取ってこんな感じで2つポンポンと描いて、で真ん中を黒のアイシャドウで濃くしていきます。でまたさらに赤のアイシャドウを重ねてちょっとぼかしていきます。でこのレブロンのリップでちょっと液体っぽい感じを表現していきます。でまたぼかしていって、で最後にまた黒で真ん中をポツンと描きます。で最後に唇に血を描いていったら完成です。ということで、こんな感じでヴァンパイアメイクの完成です。今回は自分でも気に入っているんですけど、どうでしたか？海外の YouTuber さんのヴァンパイアメイクを参考に頑張ったんですけど、少しでも近づけていたらなと思います。少しでもいいなとか参考になったなって思っていただけたら、高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。